こんにちは、はじめまして、購入品がちょっと溜まってきたので、紹介動画、作りたいと思います。今日はですね、ハードオフに行って買ってきたやつがこんなにちょっと溜まっちゃったので、紹介したいと思います。まずは、スーパーファミコン。スーパーチャイニーズワールド、これは110円ですね。スーパーメトロイド、これもジャンクコーナーにありまして、550円、ちょっと落書きがしてあったんですけど、スーパーメトロイド多分結構値段しますよね。結構安く買えたと思います。で、これはちょっと全然わかんないソフトなんですけども、フィーダってソフトですね。これはまああんまりメジャーじゃないのかな。110円になっております。で、次ゲームボーイがですね、結構買ってきたので、あとワンダースワンのソフトとかもあります。最近なんかワンダースワンがカラー化がちょっと流行ってきてですね、ちょっと取り寄せたので、今度ちょっとカラー化やってみたいと思います。じゃあ、ゲームボーイ紹介していきます。なんか同じソフト2個買っちゃったみたいなんですけど、スーパーマリオの、6つの金貨、こちら、110円と220円ですね。まあ結構安く買えたんじゃないかと思うんですけど、なんで220円のやつ買っちゃったのかちょっとわかんないです。で、次が、人生ゲーム伝説。これは、まあ110円で買ったのかな。まあやったことないですね。馬券王 Z。これもやったことありません。110円です。で、バスケットボール、これも110円。これもやったことないですね。ゲームボーイって結構あれですよね。多いから、わかんないですよね。J リーグウィーニングゴール。110円。で、オペレーションガンダム、G アームズ。これも110円で買いました。あと次はですね、ポンコッツ。3バージョン。これなんか何個かバージョンがあるみたいで、これは3バージョンですね。これも110円です。なんか前スルーガヤで見たらそこそこ値段がしてたような気がします。まあお得に買えたと思います。次が、ゲームボーイアドバンス。2点。逆転裁判の1と3です。これも110円。これも110円。これかなりお得なんじゃないですかね。逆転裁判とか結構名作だから、いろんな機種に移植されてるんですけれども、まあ、ゲームボーイアドバンス持っといていいんじゃないかと思います。で、次はワンダースワンですね。ワンダースワンカラーが2タイトル。違うな。ワンダースワン。ワンダースワンカラーが1。ここに、普通のワンダースワンが2、ワンダースワン2個ですね。違います。ワンダースワンカラーが2個に、ワンダースワンが1タイトルですね。デジモン、デジモン、テイマーズ、バトルスピリット。これがカラー専用です。デジタルモンスター、バージョンワンダースワン。これが220円ですね。先ほどのやつは110円。で、これは、ワンダースワンカラーで、ワンピースのグランドバトル。これは、110円かな。
ちょっと考え方が汚いんですけど、多分110円で買えたと思います。で次は、1タイトルファミコンだけ買ってきたんです。ファミコンは1タイトルだけ買ってきたんですけど、スーパースターフォース、これ持ってなかったんですね。これも110円ですね。ひろこさんのものだったみたいです。次が、プレイステーションが2つなんですけども、これです、同じやつ、チョコボの不思議なダンジョン2なんですけども、これ多分なんかトリセツが入ってる入ってない、そうですね。で片方ケースが結構傷だらけなので、ニコイチにしようかなと思って買ってきました。結構あれですよね、何個か買って綺麗なやつにしたりしております。両方とも110円です。で最後は、セガサターン月下無限探ですね。やったことないです、全然思い出もないんですけども、取説もちゃんとついてて、ディスクもついてますね。なんかこれ地図かなんかですかね、マップポスターかな。これは発売予定、多分完品だと思うんです。ポスターですね。これもちゃんとついてて、110円ということで。で今はもうあれですよね、昔すごい値段が高かったソフトがハードオフに行くと100円で買えるので夢中になって買っちゃうんですけども、今後もいろいろハードオフに行ってきたものを、購入品紹介したいと思っております。もしよろしかったらチャンネル登録お願いいたします。立て続けにちょっとたくさんあるので、アップしていきたいと思ってますので、よろしくお願いいたします。またよろしくお願いします。